イボンヌ・ヌミントンは、オーストラリア出身の声楽家。ニューサウス、ウェールズ州シドニー出身。ワーグナーや、リハルト・シトラウス、ベルクの楽劇での活躍や、マーラー歌手としての活躍により有名である。奨学金を得て、シドニー音楽院で声楽を学び、キャンベラの声楽コンテストのほか、数多くのコンクールで優勝する。 オーストラリア屈指のコントラルト歌手となり、しばしばテレビやラジオに出演し、シドニーやクイーンズランドのオーケストラと共演した。1961年にオーストラリアを離れて、ロンドンで研鑽を積む。同年、オランダのヘルトーヘンボスの国際声楽コンクールにおいて、最優秀アルト歌手として、キャスリーン・フェリアン賞を授与された。ニコラス・モーのオペラ、ワンマン賞ワンマン賞の初演において、 マギー・デンプスター役により、オペラ歌手としてのデビューを果たす。その後まもなく、コベントガーデン王立歌劇場に定期的に出演。それ以来、欧米各地の歌劇場に出演し、イギリスの主要なオーケストラと共演した、ザルツブルク音楽祭やバイロイト音楽祭にも出演。1972年、リヒャルト・シュトラウスのバラの騎士のオクタビアン役により、 メトロポリタン歌劇場にデビューを果たした。1979年に音楽界における功労が認められ、大英帝国勲章を授与された。ソプラノからアルトまで幅広いお人気を柔軟にこなし、近現代の音楽への造形の深さから、ピエール・ブーレイズやダニエル・バレンボイムなどと共演して、シェーン・ウェルク作品などの録音を残した。ありがとうございます。